はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は6月11日、火曜日となります。今日はね、夜半にね、ほんと江戸狩地方ではね、線状降水帯ね、予測が出ておりまして、その通りにね、大雨が降りまして、本当に大雨が降りました。はい、でね、まあね、ちょうどね、一番ピークに雨が降っているときにね、仕事に出かけましたがね、前がね、見えないぐらいね、本当大雨が降ってましたのでね、本当、仕事がね、本当に大変だったのはね、元よりね、まあ本当ね、朝はね、ゆずくんたちもね、ちょっと雨にね、乗られながらね、ちょっとお散歩にね、ちょっと行ったみたいなんでね、よくね、頑張ったなと思ってね、まあ、でもね、帰ったらね、2人ともね、お利口にしてね、お家の方で待っていましたので、本当にね、2人はお利口にね、成長したと思います。はい、でね、本当ね、もうね、こんな感じでね、お天気の方もね、はい、すごく快晴でね、雨上がりなんてすごく暑くなったんで、地面の方もね、すごく暑くなってね、ほんと、靴のところをね、ちょっとお散歩してあげないとね、これからね、暑くなるね、夏に向けてね、ほんと、まだね、毎度気をつけてね、いけないなとね、思っておりますがね、皆さんの方はね、この、新幹線がね、ちょっと見合わせたりとかね、いうのもあったみたいですがね、おかわりはないですか。はい、ね、かりんちゃんはね、やっぱりだいぶ暑いんでしょうね。今日からね、ほんと首のね、冷たいやつをね、2人ともね、つけながら歩いておりますが、ほんとね、これからね、もっと気をつけてね、してあげないとね、本当にいいなと思っております。ちなみにね、皆さんね、話は変わりますが、得意ね、祭り山っていうね、言葉もね、皆さん聞いたことあるでしょうか。まあね、このね、気温が高くなってきたらね、やっぱりね、衛生面がね、一番、気になるところではありますが、まあね、ほんと、一つバクテリアね、たちまちね、ほんと、人がね、バクテリアやられるとね、最悪の場合はね、なくなるなんていうね、ことがあるみたいですが、まあね、ほんと、一番ね、やっぱりね、ちょっとの傷でもね、なんか、そういうこととかね、起こるみたいで、やっぱりね、手洗いとかね、やっぱり一番、人間がね、変わるとね、だからね、大体、ね、変わることが多いみたいです。ね、ほんとね、これから暑くなってね、衛生面にね、気をつけなきゃいけないんですが、まあね、ほんと、そういったこともね、加味しながらね、しっかりね、普段ね、できることもね、していきたいと思っております。はい、皆さんもね、暑くてね、お仕事も大変だと思いますね。なかなかね、大変だと思いますが、衛生面もね、お体がね、気をつけながらね、皆さんね、夏をね、頑張ってね、皆さんにね、乗り切っていきましょう。はい、ということでね、今日もね、すごくね、地面の方がね、暑くなってますんでね、上げようね、皆さんにしておりますが、ただ皆さんもね、この後の上げ感ね、体にはね、お気をつけになってね、この後のお時間もね、ゆっくりね、お過ごしくださいませ。またね、チャンネル登録とね、またね、
高評価の方ね、もしよろしかったらね、よろしくお願いいたします。またね、コメント欄もね、いただけましたら、お時間でね、ある際ね、すぐにお返ししますので、またお気軽によろしくお願いいたします。ではね、また明日お会いできればと思いますので、また、皆さんもゆっくりお過ごしください。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。